前は波紋の使い方を知らんアホだ。お前、俺のことを怒っているのか。お前の波紋では女の子にさえ勝てやせん。波紋の修行に付き合うぜ。強く成長するんだ、俺もお前もな。オーノー、俺の嫌いな言葉は一番が努力で二番目が頑張るなんだぜ。なんだこいつ、やっぱり訳がわからんやつだ。追ってきたのか。ほう、鋭いいい目をするようになったな。だがそのような眼差しを持つ者が俺に会ったとき、そいつは早死にする。貴様程度の波紋使いには2000年前飽きるほど出会って食らっているわ。どけ。今お前を相手している暇はない。どかしてみろ。お前の次のセリフは消してやるぜ、そのニヤついた顔を。だ、おっと、もう終わっていたか。ドイツの医学や科学にはとんでもねえ技術が隠されていて、戦争に備えているというが、俺は全ての人間を超えたのだ。我がドイツの科学力は世界一。元気そうじゃないか。大した成長ぶりだな、ジョースター。メキシコでコッパみじんに爆裂死したはずのシュトロハイムが俺の目の前にいる。ジョジョ、地獄から舞い戻ったぜ。俺はこの眼差しとこの顔の傷を知っている。ジョースターさんなのか。いや違う、ジョースターさんじゃない。でも似てるぜ、そっくりだ。なんだてめえ、そこをどきやがれ。なんだって。ゆっくりと、もう一遍言ってみろ。なんだこいつは、やたら喧嘩慣れしてやがる。真の戦士と認めよう、このワム。全身全霊をもってお前を仕留める。かかってきなさい、ワム。このワムにとって強者だけが真理、勝者だけが正義であり友情。ここよ、ここ、ここにちゃんと俺がいるのを見落とさないでほしいのよ。やめろ、人間の寿命はどうせ短い、死に急ぐ必要もなかろう。不敵な眼差しを持ち、生意気なセリフを吐くタフな男よ。ちっぽけな根性が実にタフだ。私はあなたの命を助けるために波紋法を教えるのではない、奴らを倒す戦士を作るために教える。うせねえ、美人なだけになおさら怒りがこみ上げるぜ。修行のメニューはたっぷり用意してるわ、死ぬほど感動してちょうだい。どうしていじめてくれようか。たかが20歳前の小僧からいたわられるほどやわな人生は送っていない。あなたの才能が素晴らしいということは試してみて分かったわ。ジョジョ、1対1だぞ。望んでいた1対1の戦いだ。カーゼ、てめえの根性は畑に捨てられ、カビが生えてハエもたからねえカボチャみてえに腐り切ってやがるぜ。いい声だ、実にいい響きだ。その絶叫を聞きたかったぞ、ジョジョ。俺はお前ほど数、心底心から憎いと思った奴はいねえ。このカスが激高するんじゃない。これが真の戦闘だ、ジョジョ。